こんにちは。今日の講義は書籍決定版夜17分で毎日1万円儲ける FX です。この本は外国為替証拠金取引、通称 FX について解説したものです。著者の山岡和正さんは外国為替市場で長年の経験を持つプロフェッショナルです。さて、この本のタイトルを見て皆さんはどう思われましたか？夜17分で毎日1万円儲けるというのはかなり魅力的に聞こえますよね。しかし、ここで注意が必要です。投資には常にリスクが伴います。この点は講義の中で何度も強調させていただきます。本書の内容に入る前に FX について簡単に説明しましょう。 FX とは異なる国の通貨を売買して利益を得る取引のことです。例えば円とドル、ユーロとポンドといった具合です。為替レートの変動を利用して利益を得るのが基本的な仕組みです。では本書の内容に入っていきましょう。まず第1章、今こそ FX 新時代では、現代の経済状況と FX 市場の関係について解説しています。グローバル化が進み、世界の出来事が為替相場に即座に影響を与える時代になりました。この章ではそうした環境下で FX 取引がなぜ注目されているのかを詳しく説明しています。続く第2章、1日1万円儲けるベースキャンプ作りは、FX 取引を始めるための基礎知識を提供しています。口座の開設方法から、取引に必要な資金管理、リスク管理の基本まで、初心者にとって必要不可欠な情報が詰まっています。ここで強調したいのは、資金管理の重要性です。いくら儲けるかということよりも、いかに損失を抑えるかが重要なのです。第3章、なぜ夜17分なのかは本書のコアとなる部分です。著者は夜の17分間に集中して取引することを提案しています。なぜ17分なのか、なぜ夜なのか、これには理由があります。多くの人にとって夜は1日の仕事が終わり、落ち着いて相場を分析できる時間帯です。また17分という時間は集中力を維持しやすい適度な長さだと著者は考えているようです。ここで少し脱線しますが、集中力と時間の関係について興味深い研究があります。人間の集中力は一般的に20分から30分程度で低下し始めると言われています。つまり17分という時間設定は集中力の観点からも断りにかなっているのです。第4章、予兆をつかむファンダメンタルズ編では、経済指標や政治イベントなど為替相場に影響を与える要因について解説しています。ファンダメンタルズ分析とは、こうした経済の基礎的な要因を分析することです。例えばアメリカの雇用統計やヨーロッパ中央銀行の金融政策決定など、さまざまなニュースが為替相場に影響を与えます。この章ではそうしたニュースをどう解釈し取引に生かすかを学びます。第5章、一瞬の判断の角度を上げるテクニカル編は、チャート分析について詳しく解説しています。テクニカル分析とは、過去の価格の動きから将来の動きを予測する手法です。移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、相対力指数など様々な指標が紹介されています。これらの指標を組み合わせることで、より精度の高い相場予測が可能になるのです。ここで注意したいのは、テクニカル分析もファンダメンタルズ分析も絶対的なものではないということです。相場には常に不確実性が伴います。これらの分析手法はあくまでも判断の材料の一つに過ぎません。第6章、絶対知りたい勝者の極意では、成功しているトレーダーの思考法や習慣について解説しています。例えば損切りの重要性や感情をコントロールすることの大切さなどが語られています。投資において心理的な要素は非常に重要です。いくら優れた分析力を持っていても、感情的になって冷静な判断ができなければ結果は芳しくありません。この章で特に印象的なのは、負けトレードから学ぶという考え方です。プロのトレーダーは負けたトレードを単なる失敗とは捉えません。そこから学びを得て次のトレードに生かすのです。これは投資に限らず人生においても大切な姿勢ではないでしょうか。第7章、先行き不透明な時代の相場戦術は、現代の不確実性の高い経済環境下での取引戦略について解説しています。例えば
地政学的リスクや予期せぬ経済ショックなど、従来の分析では対応しきれない事態にどう対処するかが書かれています。ここで強調されているのはリスク管理の重要性です。著者はどんなに優れた戦略を持っていてもリスク管理を怠れば一瞬にして資金を失う可能性があると警告しています。具体的にはポジションサイズの調整やストップロスの設定など損失を限定的に抑える技術が紹介されています。第8章どんな時代でも17分では様々な市場環境下での17分間の取引方法が解説されています。相場が上昇トレンドの時、下降トレンドの時、レンジ相場の時など状況に応じた戦略が詳しく説明されています。ここで興味深いのは著者が相場に合わせて自分を変えることの重要性を強調している点です。つまり一つの戦略に固執するのではなく市場の状況に応じて柔軟に戦略を変更する必要があるということです。これは投資に限らずビジネスや人生においても重要な教訓ではないでしょうか。第9章不安定な相場のスワップポイント戦略は少し異なる角度から FX 取引を見ています。スワップポイントとは異なる金利の通貨を保有することで得られる金利差益のことです。この章では相場の変動に頼らずスワップポイントを活用し安定的な収益を得る方法が解説されています。ここで注目したいのは著者が複数の収益源を持つことの重要性を説いている点です。相場の変動による利益だけでなくスワップポイントという別の収益源を持つことでリスクを分散しより安定的な運用が可能になるのです。最後の第10章朝3分の見直しで勝率アップでは前日の取引を振り返り改善点を見出す重要性が説かれています。著者はこの3分間の振り返りが長期的な成功につながると主張しています。ここで私が特に共感するのは学び続ける姿勢の重要性です。投資の世界は常に変化しています。昨日の正解が今日の間違いになることもあります。だからこそ日々の振り返りと学習が重要なのです。これは研究者である私たちにも通じる姿勢ではないでしょうか。さてここまで本書の内容を詳しく見てきましたが改めて強調しておきたいことがあります。それは FX 取引に限らず全ての投資には必ずリスクが伴うということです。夜17分で毎日1万円儲けるというタイトルは確かに魅力的ですがこれが必ず実現するという保証はありません。投資の世界ではハイリスクハイリターンという言葉がよく使われます。つまり高い利益を得られる可能性がある一方で大きな損失を被る可能性も同時に存在するのです。本書で紹介されている手法を実践する際もこの点を十分に理解し自己責任で行動することが重要です。また本書で紹介されている手法はあくまでも著者の経験や見解に基づいたものです。金融市場は常に変化しており過去の成功例が将来も同じように機能するとは限りません。したがって読者の皆さんには本書の内容を鵜呑みにするのではなく批判的に読み自分なりの解釈や応用を加えていくことをお勧めします。さらに FX 取引を始める前に10分な学習と準備が必要です。本書は確かに良い入門書ですがこれだけで10分というわけではありません。関連する経済理論や金融市場の仕組み、リスク管理の手法など幅広い知識を身につけることが大切です。そして実際に取引を始める際はまずは少額から始めることをお勧めします。いきなり大金を投資するのではなく小さな金額で経験を積み徐々に取引金額を増やしていくのが賢明です。これはリスク管理の観点からも重要な戦略です。またFX 取引に没頭するあまり他の重要な事柄をおろそかにしないよう注意が必要です。確かに追加収入を得る手段として魅力的かもしれません。しかし本業や家族との時間、健康管理など人生において大切なものとのバランスを取ることを忘れてはいけません。ここで少し視点を変えて FX 取引が経済全体に与える影響について考えてみましょう。個人投資家の参入により為替市場の流動性が高まるという肯定的な側面がある一方で過度の投機的取引が市場を不安定にする可能性も指摘されています。
私たち一人一人の取引は小さくても、それが集まれば大きな影響力を持つのです。そういった意味で FX 取引に携わる際は、単に自分の利益だけでなく、市場全体や経済への影響も意識する必要があるでしょう。これは社会的責任という観点からも重要な視点です。またテクノロジーの進化が FX 取引にどのような影響を与えるかも興味深いトピックです。人工知能や機械学習の発展により取引の自動化が進んでいます。これにより人間の感情に左右されない冷静な判断が可能になる一方で、アルゴリズムの誤作動によるフラッシュクラッシュのリスクも指摘されています。このように FX 取引を取り巻く環境は常に変化しています。本書で紹介されている手法も将来的には修正や更新が必要になるかもしれません。だからこそ継続的な学習と情報収集が重要なのです。そして FX 取引に限らず、金融リテラシーの重要性について触れておきたいと思います。私たちの生活は様々な形で金融と関わっています。預金、ローン、保険、投資など適切な金融サービスの選択や利用は個人の経済的幸福に大きな影響を与えます。本書を読むことは単に FX 取引のテクニックを学ぶだけでなく、より広い意味での金融教育の一環として捉えることができるでしょう。為替相場の動きを理解することは国際経済の仕組みを知ることにもつながります。リスク管理の考え方は日常生活における意思決定にも応用できます。このように本書から学べることは多岐にわたります。しかし繰り返しになりますが、投資には常にリスクが伴います。本書の内容を実践する際は十分な注意と準備が必要です。また自己責任の原則を忘れずに慎重に行動することが大切です。 FX 取引は確かに魅力的な投資手段の一つです。しかし、それは決して簡単に儲かる方法ではありません。適切な知識と経験、そして何よりも冷静な判断力が求められます。本書はその入り口に過ぎません。ここから先は、皆さん一人一人が自分で学び、経験を積み、成長していく必要があります。さて、ここまで、決定版、夜17分で、毎日1万円儲ける FX についてお話しました。ここからはこの書籍の内容をさらに掘り下げ、 FX 取引の世界をより深く探求していきましょう。 FX 取引は単なる投機的な活動ではありません。それはグローバル経済の縮図とも言えるものです。為替レートの変動は各国の経済状況、政治情勢、さらには自然災害までもが影響を与えます。つまりFX 取引を学ぶことは世界経済の仕組みを理解することにもつながるのです。例えば日本銀行の金融政策決定会合の結果が発表されたとしましょう。この情報は即座に円相場に影響を与えます。金融緩和策が継続されれば円安傾向に、逆に引き締め策が取られれば円高傾向になる可能性が高いのです。このような経済指標の影響を理解し迅速に対応することがFX 取引では重要になります。ここで経済学の基本的な概念である需要と供給の法則について触れておきましょう。この法則は商品やサービスの需要が増えれば価格が上がり、供給が増えれば価格が下がるという市場経済の基本原理を説明するものです。 FX 市場でもこの原理が働いています。ある通貨の需要が高まればその通貨の価値、為替レートが上昇し、逆に供給が増えれば価値が下落するのです。この需要と供給の法則を理解することで、なぜある経済指標の発表が為替レートに影響を与えるのかが分かりやすくなります。例えばアメリカの雇用統計が予想を上回る好結果だった場合、アメリカ経済の強さが示されたことになり、ドルの需要が高まります。結果としてドル高、円安の傾向が生まれるのです。本書ではこのような経済指標の見方や解釈の仕方についても詳しく解説されています。しかし単に指標を見るだけでは不十分です。その背景にある経済理論や世界情勢との関連性を理解することがより深い分析につながります。ここでゲーム理論という概念について触れてみましょう。ゲーム理論は複数の主体が相互に影響を与え合う状況下での意思決定を分析する理論です。
FX 市場はまさにこのゲーム理論が適用される典型的な例と言えます。例えばある国の中央銀行が金利を引き上げるかどうかを検討しているとします。この決定は自国の経済状況だけでなく他国の動向も考慮に入れて行われます。もし他国が金利を引き下げる傾向にある中で自国だけが金利を引き上げれば自国通貨高、他国通貨安につながり輸出産業に悪影響を与える可能性があります。つまり各国の中央銀行は他国の動きを予測しながら自国にとって最適な戦略を選択しているのです。このようなゲーム理論的な視点を持つことで単に経済指標を追うだけでなく各国の政策決定者の意図や戦略を読み解くことができます。そしてそのような深い洞察力は FX 取引における重要な武器となるのです。本書ではテクニカル分析についても詳しく解説されています。テクニカル分析とは過去の価格や出来高のデータをもとに将来の価格動向を予測する手法です。ここでカオス理論という概念を紹介しましょう。カオス理論は一見ランダムに見える現象の中にも実は複雑な秩序が隠れているという考え方です。 FX 市場の価格変動も短期的には予測不可能に見えますが長期的には一定のパターンを形成することがあります。これはカオス理論の考え方と通じるものがあります。例えばフィボナッチ数列を用いた分析手法があります。フィボナッチ数列は自然界に多く見られる数列で金融市場の分析にも応用されています。価格がある程度上昇した後どの程度下落するかリトレースメントを予測する際に使われることがあるのです。このように数学的な概念を取り入れることでテクニカル分析はより精緻なものになります。しかしここで注意が必要です。どんなに精密な分析手法も 100% の精度で相場を予測することはできません。なぜなら市場には常に予期せぬ要因が存在するからです。ここでブラックスワン理論について触れてみましょう。ブラックスワン理論は予測不可能で影響力の大きな稀有な事象ブラックスワンが実は世の中の重要な変化の多くを引き起こしているという考え方です。 FX 市場でも予期せぬ政治的イベントや自然災害などが急激な相場変動を引き起こすことがあります。例えば2016年のイギリスの EU 離脱ブレグジット決定は多くの専門家の予想に反する結果でした。この決定を受けてポンドの価値が急落し世界中の金融市場に大きな影響を与えました。これはまさにブラックスワン的な出来事だったと言えるでしょう。このような予測困難な事象に対して本書ではリスク管理の重要性を強調しています。具体的にはストップロスの設定やポジションサイズの調整などが挙げられます。これらの手法は不測の事態が発生した際の損失を最小限に抑えるために不可欠です。ここでプロスペクト理論という行動経済学の概念を紹介しましょう。プロスペクト理論は人間の意思決定が必ずしも合理的ではなく心理的な要因に大きく影響されることを示しています。特に利益と損失に対する感じ方の非対称性損失回避傾向が指摘されています。 FX 取引においてもこの心理的傾向は大きな影響を与えます。例えば損失が出ているポジションを手放したくないという心理が働き結果的に大きな損失につながることがあります。逆に利益が出ているポジションを早々に手放してしまい十分な利益を得られないこともあります。本書ではこのような心理的な罠に陥らないための方法も解説されています。例えば事前に決めたルールを厳守すること感情に左右されない冷静な判断を心がけることなどが挙げられます。これらは一見単純なアドバイスに見えるかもしれません。しかし実際の取引の中で実践することは想像以上に難しいのです。ここで認知バイアスという概念について触れてみましょう。認知バイアスとは人間の思考や判断がある特定の傾向や偏りを持つことを指します。 FX 取引においても様々な認知バイアスが影響を与える可能性があります。例えば確証バイアスがあります。これは自分の既存の信念や仮説に合致する情報ばかりを重視しそれに反する情報を軽視または無視してしまう傾向です。 FX 取引では自分の相場感に合う情報ばかりに注目し
反対の兆候を見逃してしまうことがあります。またアンカリング効果も注意が必要です。これは最初に提示された情報や数値に引きずられて判断してしまう傾向です。例えば過去の高値や安値にとらわれすぎて現在の相場状況を適切に判断できなくなることがあります。本書ではこうした認知バイアスの存在を意識し、できるだけ客観的な判断を心がけることの重要性が説かれています。そのための具体的な方法として複数の情報源を参照すること、自分の判断を常に疑う姿勢を持つこと、他者の意見も積極的に聞くことなどが提案されています。ここでシステム1思考とシステム2思考という概念を紹介しましょう。これは心理学者のダニエル・カーネマンが提唱した理論で、人間の思考プロセスを2つのシステムに分類したものです。システム1思考は直感的で素早い判断を行う思考プロセスです。日常生活の多くの判断はこのシステム1によって行われています。一方システム2思考は論理的で時間のかかる思考プロセスです。複雑な計算や慎重な判断が必要な場合に使われます。 FX 取引においてはこの2つの思考システムをバランスよく活用することが重要です。例えば相場の急変時にはシステム1思考による素早い判断が必要になることがあります。一方で取引戦略の立案や相場分析の際にはシステム2思考による慎重な検討が欠かせません。本書ではこの2つの思考システムを意識的に使い分けることの重要性が説かれています。例えば日中の忙しい時間帯にはシステム1思考に頼りがちになります。そこで夜の17分間という限られた時間をシステム2思考による冷静な分析と判断の時間として活用するのです。ここで行動ファイナンスという分野について触れてみましょう。行動ファイナンスは従来の金融理論に心理学的な要素を取り入れた学問分野です。この分野の研究により投資家の行動が必ずしも合理的ではなく、さまざまな心理的要因に影響されることが明らかになっています。例えば群衆行動という現象があります。これは他の投資家の行動に影響されて自分の判断を曲げてしまう傾向を指します。 FX 市場でもある通貨ペアに対する強気や弱気の見方が急速に広がり、相場が一方向に大きく動くことがあります。本書ではこのような群衆心理に流されないことの重要性が強調されています。そのためには自分独自の分析と判断基準を持つこと、そしてそれを冷静に実行する精神力が必要です。これは言うは易く行うは難しですが、長期的な成功のためには不可欠な要素なのです。ここで効率的市場仮説という概念について触れてみましょう。これは市場価格が常に全ての情報を反映しているため、市場を継続的に打ち負かすことは不可能だという理論です。しかし現実の市場は完全に効率的ではありません。情報の非対称性や投資家の非合理的な行動などにより市場の非効率性が生まれるのです。本書ではこの市場の非効率性を利用して利益を得る方法が解説されています。例えば経済指標の発表直後の一時的な価格の乱れを利用したトレード戦略などが紹介されています。ただしこのような戦略は高度な分析力と迅速な判断力を要するため、十分な準備と練習が必要です。ここでリスクリターン、トレードオフという概念を紹介しましょう。これは高いリターンを得ようとすれば、それに応じて高いリスクを負わなければならないという原則です。 FX 取引においてもこの原則は重要です。例えばレバレッジを高く設定すれば、少ない資金で大きな取引が可能になり高いリターンを狙えます。しかし同時に相場が予想と反対方向に動いた場合の損失も大きくなります。本書ではこのリスクとリターンのバランスを適切に取ることの重要性が強調されています。具体的には自分の資金力や心理的な体制を考慮して適切なレバレッジ設定を行うことが推奨されています。また一つの取引にかける資金の割合、リスク許容度を事前に決めておくことも重要です。これにより感情的になって過大なリスクを取ってしまうことを防ぐことができます。ここでポートフォリオ理論について触れてみましょう。これは複数の資産に分散投資することでリスクを低減しつつ、
期待リターンを最適化する理論です。 FX 取引においてもこの考え方を応用することができます。例えば複数の通貨ペアに分散してポジションを取ることで特定の通貨ペアの急激な変動によるリスクを軽減することができます。また異なる時間軸や異なる分析手法を組み合わせることでより安定した運用が可能になります。本書ではこのような分散投資の考え方を17分間の取引時間内でどのように実践するかについても言及されています。限られた時間内で効果的に分散投資を行うためには事前の準備と明確な戦略が必要です。例えばあらかじめ注目する通貨ペアを絞り込んでおく、各通貨ペアの相関関係を把握しておくなどの工夫が提案されています。 FX 取引は単なる投機的な活動ではありません。それはグローバル経済の動向を読み解き自らの判断で行動する能力を養う機会でもあるのです。本書を通じて学んだ知識や技術は FX 取引だけでなくビジネスや日常生活における意思決定にも生かすことができるでしょう。世界経済は常に変化し続けています。したがって FX 取引の手法も進化し続ける必要があります。本書で紹介されている手法はあくまでも基本的な枠組みに過ぎません。実際の取引では市場環境の変化に応じて柔軟に戦略を調整していく必要があります。継続的な学習と実践、そして自己分析が FX 取引での成功には不可欠です。17分間の取引時間は短いかもしれません。しかしその準備と振り返りにかける時間は決して少なくありません。日々の経済ニュースをチェックし自分の取引記録を分析し常に改善点を探る、そうした地道な努力の積み重ねが長期的な成功につながるのです。 FX 取引は単に利益を追求するだけでなく自己成長の機会でもあります。市場と向き合うことで自分の性格や思考パターンを客観的に見つめ直すことができます。そして自己の弱点を克服し強みを伸ばしていく、そうした過程を通じてより成熟した投資家、そしてより成熟した人間になっていくのです。本書は FX 取引の入門書として優れた内容を持っています。しかし真の価値はこの本をきっかけに読者が自ら学び考え実践していくことにあります。 FX 市場は挑戦する者に無限の可能性を提供してくれるのです。以上、本日の講義では決定版夜17分で毎日1万円儲ける FX を通じて外国為替証拠金取引の世界について深く掘り下げてまいりました。この書籍が提示する手法は確かに興味深いものです。しかしここで強調しておきたいのは金融市場における成功には単なる技術や知識以上のものが必要だということです。実際の取引においては心理的要因が非常に大きな役割を果たします。例えば損失回避バイアスという概念があります。これは人間が利益を得ることよりも損失を避けることに強く動機づけられる傾向を指します。この傾向が時として合理的な判断を妨げ適切なタイミングでの損切りを困難にすることがあるのです。また確証バイアスも重要な概念です。これは自分の既存の信念や仮説に合致する情報を重視しそれに反する情報を軽視または無視してしまう傾向を指します。市場分析においてこの傾向は危険です。なぜなら市場は常に変化しており自分の見方に固執することで重要な変化を見逃す可能性があるからです。さらにオーバーコンフィデンスという問題もあります。これは自分の能力や判断を過大評価してしまう傾向です。成功体験を重ねるとこの傾向が強まりがちです。しかし市場は常に予測不可能な要素を含んでおり過度の自信は大きな損失につながる可能性があります。これらの心理的要因を理解し自己の傾向を客観的に分析することが長期的な成功には不可欠です。17分間という限られた時間で取引を行う場合特にこれらの要因をコントロールする能力が重要になります。またマクロ経済の理解も重要です。為替レートは単に需要と供給のバランスだけでなく各国の金融政策、政治情勢、さらには地政学的リスクなど様々な要因によって影響を受けます。例えば、
金利平価理論という概念があります。これは2国間の金利差が為替レートの変動に反映されるという理論です。しかし現実の市場ではこの理論通りに動かないことも多々あります。なぜなら投資家の期待や心理的要因も大きく作用するからです。さらにテクノロジーの進化が市場に与える影響も無視できません。高頻度取引 HFT の台頭により市場の流動性や価格形成メカニズムが大きく変化しています。個人投資家がこうした機関投資家と同じ土俵で戦うのは難しいかもしれません。しかし逆に言えば人間ならではの洞察力や直感を活かせる余地もあるのです。本書で提案されている17分間の取引時間はこうした複雑な要因を考慮した上で最適化された時間かもしれません。しかしそれはあくまでも一つの指針に過ぎません。各自の生活リズムや性格、リスク許容度に合わせて最適な取引スタイルを見つけていく必要があります。またリスク管理の重要性も強調しておきたいと思います。期待値という概念があります。これはある行動を繰り返し行った場合の平均的な結果を指します。取引において重要なのは個々の取引の勝ち負けではなく長期的な期待値がプラスになるように戦略を立てることです。そのためには適切なポジションサイズの設定やリスクリワード比の管理が欠かせません。さらに市場の状況に応じて柔軟に戦略を変更する能力も重要です。適応的市場仮説という考え方があります。これは市場参加者が学習し適応していくことで市場の効率性が時間とともに変化するという仮説です。つまり一度効果的だった戦略も時間が経つにつれて効果が薄れていく可能性があるのです。常に市場の変化に敏感であり自らの戦略を柔軟に調整していく姿勢が求められます。本書で提案されている手法は確かに魅力的です。しかしそれを鵜呑みにするのではなく批判的に検討し自分なりにアレンジしていくことが大切です。金融市場は生き物のように常に変化しています。そのため学習と実践のサイクルを継続的に回していくことが長期的な成功への道となるでしょう。外国為替証拠金取引は単なる金儲けの手段ではありません。それはグローバル経済を肌で感じ自己の判断力と精神力を鍛える機会でもあるのです。本書を出発点として皆さんが自らの投資哲学を築き上げていくことを期待しています。この講義を通じて FX 取引の魅力やリスク、そして市場の複雑さについて理解を深めることができたと思います。投資は単なる数字のゲームではなく心理や経済の動きが密接に絡み合っています。これからも学びを続け自分自身のスタイルを確立していくことが大切です。皆さんの成功を心より願っています。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービスライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってこの点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し一緒に目標に向かって頑張ってくれるのでモチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体づくりにも注力しているので長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので人目を気にせずトレーニングに集中できます。
ライザップの地震の現れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなくカウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって 52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライザップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。